有限要素解析ソフトプレポマックスの操作を概略紹介します。今回は11回目で、10回目の解析データを修正し、静的断素性非線形解析を試みます。解析に非常に時間がかかりますので、時間の余裕があるときに、解析実行してください。試験解析では約500秒、8.3 分かかりました。事前に前回のデータ名を変えて、モデルデータを作成しておいてください。今回の概要です。静的断性解析データと結果のある前回のモデル、スクエアパイプ 5052.3 で、組成変形が生じる荷重を想定して、F2Y 方向にマイナス 3500N に荷重変更します。モデルの材料を SS400 として、材料の性質をデジタル値で入力します。出力にピーク、透過組成歪みを追加し、解析し、データ保存で完了です。ここで、注意です。荷重を大きくしすぎるとエラーで解析できません。付録として、幾何学的非線形解析の設定を最後につけています。静的断素性非線形解析では、材料の性質のデジタル値を設定します。実務での使用材料の性質は、モデル化したものとは異なったものですが、今回は、一般化されている値を用います。材料は、軟鋼で SS400 材とします。応力歪み曲線図は見慣れたものですが、そのデジタルの値となると、あまり見たことがありませんでした。見つかった範囲内での値を使用して、相当ミーゼス応力が234の時歪みエプシロンは0とし、440の時 0.0275、551の時 0.0588 とします。判定は歪み 0.02、2% くらいで400メガパスカルを超えれば組成化しているとみなします。では、プレポマックスを起動させて始めましょう。ツールバーメニューの下のファイルオープンマークをクリックし、作成した作業用フォルダーの該当データで拡張子 .pmx を選択して、OK をクリックで確定。作業、ソルバーフォルダの位置をツールズ、セッティングズで指定します。この手順は毎回、新しい作業時に行い、結果データの上書きを防ぎましょう。まず、断素性解析用の材料物性値の設定で SS400 材の性質を入力します。サイドメニューのマテルアル1を右クリック、プルダウン画面のエディットをクリックし、プラスティック断素性解析を選択すると、下部のデータポイントに組成に関する値が入力できますので、イールドストレスに相当ミーゼス応力、プラスティックストレインに歪みをそれぞれの値を入力し、OK をクリックで確定。計算条件設定は変更なしです。次は、出力項目にピーク、イクイバレントプラスティックストレイン、透過組成歪みを追加します。追加するにあたり、メニューのプイロパティーズの内容を紹介します。ネーム、名前、フリークエンシー、周波数 N 番目の増分ごとの結果が保存されます。ラストイターエーション、繰り返しには、オン、オフがあります。コンタクトエレメント、接触の要素にも、オン、オフがあります。バリアブルストゥアウトプット、出力する変数は、S、ストレスイズ、応力 E、トータルストレインズ、総歪み2、メカニカルストレインズ、機械的歪みピーク、イクイバレントプラスティックストレイン、透過組成歪み エナジーデンシティ、エネルギー密度 HFL、ヒートフラ、熱フラックス、ERR、応力計算の外相互差、ERR と ZZS は相互に排他的波、熱計算の外相互差推定値、波と ZZS は相互に排他的 ZZS、G-key exu改良応力、ZZS と ERR は相互に排他的周波など、目的に合わせ複数チェックすることで選択できます。変更手順は、フィールドアウトプット内の EF アウトプット、1を右クリックし、プルダウン画面のエディットを選択、バリアブルストゥーアウトプットのピークチェックボックスにマークを入力し、OK をクリックで確定。続いて、荷重条件を変更します。サイドメニューのローズのサーフェイスアンダーライントラクション1を右クリックし、現れたプルダウン画面のエディットを選択し、エディットロードサーフェイスアンダーライントラクション1メニューの、フォストコンポーネンツの F2、
Y 方向の値をマイナス3500ニュートンに変更し、OK をクリックで確定。もう一つは、重力を考慮させないので、グラビティを右クリックし、ディアクティベートを選択します。これで、解析できる状況にはなりました。解析実行は、ツールバーのアナリシスをクリックし、プルダウン画面の欄を選択すると解析が始まります。終わるとサブ画面が現れ、計算時間、要素数などが表示されます。その画面の下のレゾルトを選択すると結果が表示されます。左のサブ画面がレゾルトになり、ディスプ変異オールに色がついています。卵性変異量と卵素性変異量を比較しますと、同じ荷重条件 Z 方向にマイナス3500ニュートンで、卵性の方は 36.48 ミリ、卵素性は 361.4 ミリで、卵素性の方が10倍近く変形しています。荷重が大きすぎたかもしれません。最終ステップは12で、ステップ9で 19.78 ミリ、ステップ10で 84.39 ミリとなっていますので、ステップ9と10の間で組成化していることになります。各ステップでの変異は、ツールバー3段目のステップ、インクリメント、ステップ増分の、縦矢印をクリックすると計算条件での刻みの細かさ指定イニシャルタイムインクリメントに対応した。ステップ数で状況の確認ができます。数値を見るとき、どのステップでのものか注意して、この窓を確認してください。応力、応力度の結果。組成化しているのは、引っ張り側で500メガパスカルで、降伏体力とした400を超えています。ミーゼス応力での最大値は、特異点と思いますので、該当近傍で 499.6 メガパスカルです。高速部近くの大半が、組成化しています。これは、荷重を組成化するように大きくしたためで、静的卵素性非線形の状況を見るための試算結果です。以上で解析が終わりましたので、はじめにデータ保存をした場合は上書き保存を、していない場合はファイルをクリックしてセーブアズで名前を付けて保存します。結果を再度見たい場合は、作業フォルダー内の拡張子 .frd のファイルを、オープンすれば確認できます。最初に作業フォルダーをモデルごとに作る理由は、結果を上書きさせないための大事な作業になります。手間ですが、模索する場合はその度ごとに、フォルダーを作成することをお勧めします。付録の幾何学的非線形解析設定を紹介します。計算条件のナジョンジアメトリカルノンライアリティ、幾何学的非線形のオフをオンに変えるだけで動作しますが、荷重を5000ニュートンに変更して、電子、密度とグラビティ、重力、自重をデアクティブ、発動しないで、時間が約306秒かかりました。しかし、変形の結果が、線形解析と同じような図で表示されました。どこに原因があるのか、マニュアルを見ましたがわかりませんでした。建築構造設計に役立つものでなく、降伏後の状況を見る程度の資料と思いますので、以前に作成した幾何学的非線形解析の動画を見て、状況の感じをつかむ手助けにしてください。これが、プレポマックスでの FEM 解析の静的非線形の世界でした。以上で11回目を終わります。次回は、同じ荷重同じ部位で、部材種類の違いでの、静的卵性線形解析結果の、違いを確認、比較する、研鑽をしたいと思います。お疲れ様でした。